はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。12月ね、早3日になりました。早いね、ほんまに3日ですよ、ほんまに。あとですね、4週間するとですね、お正月、もう婚姻屋のごとしでございまして、この年になると本当になんて言いますかね、昔の2月ぐらいの感覚ですね、1年が小学生ぐらいの時ってものすごく1年が長かったですよね。3年生になって4年生になって、来年5年生や6年生や、やっと卒業やってやってましたねなんか高校の時も長かったような気がしますね。なんていうかこう長かったですよ、本当に。高校をね、こう早く卒業したかったんですね。しょうもない高校でね、ほんまに、本当にしょうもない高校で、もう日教組がガチガチに支配してして全然やる気ないわけですよ。ちょっと面倒くさい生徒がいると全部退学にさすんですよねだから本当に死々類々で、そんな高校にいて、なんとか高校さえ卒業したら俺は自由になるんやと。あれですよ、ガチガチに高速で固めたとかそういう系統ちゃうんですよ。まるっきりほったらかしたんですよ。もう服装は自由で出席も自由で、自由でって4分の1かな、5分の1まで休めるんですけどだからみんなギリギリまで休むんですよね、サボるんですけど。でもちょっとでも1日でも足りないと、はい留年だらけですよ。何の容赦もない、まるっきり歩きないでしょ。日教組、日本共産党系でしたけどね。で、まあ一応ね、普通にやったら卒業証書くれるんですよ。僕も普通にやってないんですけど、なんとかね、こう卒業してきた時に、3年間長かったですね。別にガンガン締め付けられて、こう、殴られるとかそういうことはないんですよ。でも嫌でしたね。まあそんなこと思い出しますけど、最近のこの1年なんか、本当にあの時の2ヶ月ぐらいの感覚ですよね。ひゅっと過ぎますよね。まあ刺激がないというのがあるんでしょうけど。行きましょう。全然関係ない話でございまして。日本経済新聞、昨日の朝に出た記事でこういうのがございました。住宅ローン過去最多216兆円。返済の遅れは危うさも暮らしの数字高ということですね。例のごとく6行でございます。住宅ローン残高が膨らんでいる。減税などの影響で返済を急がない傾向が強まったためだ。一見すると合理的な動きだが、過度の借り入れや返済の遅れは老後などに響く恐れもある。住宅金融支援機構の調査によると、住宅ローン残高は2022年度に約216兆円と過去最多を記録した。なぜここまで増えたのか。住宅ローンサービス、モゲチェックを運営する MFS 東京千代田区取締役のイニャウニャウニャとなります。まあこれはどうでもいいんですけど、216兆円が多いか少ないかといえばですね、日本の今ですね、GDP はおそらく580兆円ぐらいで来てるんちゃうかなと思うんですね。それの4割未満ですから、そんなに多くないと私は思いますけどね。まあ簡単に言えばですね、お隣さんはですね、家計負債という基準がございまして、いわゆる個人の借金ですね、個人単位の借金がですね、GDP の 108% 来てるんですよ。で多分ね、どこの国でもそうですけど、一番でかい借金って住宅ローンなんですよ。もちろんお隣さんはね、見えっ張り連中ですから、年収400万ぐらいのやつが BMW 乗ったりするんですけど、そうするとまあえげつない借金するわけでしょう。まあそういうのもあるんですけどもですね、まあ基本住宅ローンなんで、7割8割は住宅ローンだと考えるとですね、やつらはですね、GDP の7割8割の住宅ローン残高があると。それに比べて日本は4割弱ですから、半分でしょう。みんな大したことない。だいたいそんなにね、今住宅売れてないんですよ、昔に比べたら。というのは住宅購入って主力はやっぱし40代、今の日本は40代でしょうね。昔は30代だったんですけど、
で今50代でも買いますね、60代でも買うし、40代50代主役ちゃうかなという気がするんですけど、そのね40代50代というのがですね、ちょうどあの就職氷河期前後なんですね。なんでまだ高度成長の余韻が残ってたのが僕の世代なんですね。今61ですけど、の時に比べたらですね、全然住宅購入者、住宅販売量ってのはむしろ減ってるんですね。首都圏の新築マンションの販売ってかつて10万戸だったんですよ、年間。今は3万戸です。まあ、だから3分の1とか3割に減ったわけですね。まあ、そのぐらい中古が増えてるんですけどね。昔は新築が主力で、中古を買う人は少なかったんですけど、今は中古の方が多いです。ただ、中古に関してはですね、正確な統計はありません。東日本住宅流通機構かな、不動産流通機構かな。レインズというところの統計でいきますとですね、4万戸ちょっとかな。なんで、新築量多いという感じですね。はい。まあ、それはいいんですけど。で、この記事はですね、住宅ローンの残高が増えてるということはですね、今後これは危険なんちゃうのって言ってるけど、その通りで終わって危険です。日本はこのですね、どうでしょう、十数年、15、6年って言えばいいかな。もっとかな。もう住宅金利は低迷しまして、特にこの10年ぐらいはですね、0% を基準にしてるんですね。じゃあ、コンマ以下になってるわけです。今一番安いので 0.3% 台とかありますね。で、皆さんそれをずっと見てるわけであって、もう住宅ローンってそういうもんやと思ってるんですけども、僕の年代は 4.5% とか 5.5% とか知ってるんですよ。別にそこにまた戻っても不思議はないですね。理論的には戻る可能性もあるということですね。でそうなった時にですね返せなくなるということがあります。でかつて2回ですね、返せなくなってえらいこっちゃというのがありました。私の人生上1回は1990年代にバブルがポーンと弾けた時ですね。あ、大変でした。2回目は2008年のリーマンショックの後ですね、ポン、あの時も任売物件いっぱいみたいな、任売って任意売却と申しまして、住宅ローンが返せなくなるとですね、金融機関に行きます、ちょっと返済を受けます、返済って言ったら猶予を受けます、それでも返せません、じゃあ売ってくださいね、売って清算しましょうねって言って、不動産屋に行ってすいません、売ってくださいと。これが任意売却でございます。で、そうじゃなくて、金融機関との関係が悪くなってですね、まあ、要は話し合いをせずにですね、金融機関が、あんたらもうこれやったら競馬にかけるって言って、裁判所に競売を申し立てるって。これが競売でございます。この二つですね、主にこの二つです。で、まあ、任売が多いんで、任売物件がわーって世に出てくる瞬間ってわかるんですね、僕らには。まだ全然そんなことないです。全然そこまで至っていない、わけであって。まあ、ね、住宅価格が上がっていればね、売れば生産できるんですよ。問題は、金利は上がるわ、ですね、住宅価格は下がるわ、で、売っても生産できへんやん、どうすんのっていうことになるんですね。まあでもそんな時代がもうすぐ来そうな気もしますよ。はい。申し上げたとおり、0コンマというのをずっと10なんで見ている人はですね、それが2とか3とかになる時代を想像できないかもしれませんが、アメリカはですね、2022年からですね、23年の春にかけてですね、1年半で 5.5% も金利上げたんですよ。だからアメリカではですね、2年前は0コンマやったんですよ、日本と同じように。住宅ローンがね。今はね、7.5 とかなんですよ。いや、どんなになってるのか知りたいんですけどね。まあ、そのね、英語読みに行けば分かるんですけど、あ、めんどくさい、そうなんや、先生、っていう感じで。まあ、そのうち、ですね、日本語になって、いろんな記事が出てくると思いますんで、まあ、それを待ってるんですけど、そこまで極端なことはなくってもですね、日本銀行、植田総裁、就任間もなく1年でございますけども、そろそろ足も仕事しなあかんやんと思い始めてるわけですよ。仕事というのは金利を上げることです。彼の仕事は、彼に託された使命はですね、この異次元金融緩和をやめることなんです。なんでですね、もし生かしたらですね、来年あたりはですね、この政策金利と言いますけども、いわゆる短期金利に連動します。短期金利はと言いますと、皆様のお借りになっている住宅ローンの変動金利に連動します。今、政府の政策金利はマイナス 0.1 でございます。
これをですね、マイナスをやめるとかですね、プラス 0.25 にするとかっていうようなことになりますと、ビビーンとショックが走りまして、えらいこっちゃーという大騒ぎになります。まあ、もしかしたら来年の春ぐらいにですね、これは起こるかもしれんねえと。その時、これ216兆円どうなんのと、まあそういう話でございます。私もこの216兆円のほんのわずかを担ってるんですけどね。だから上がってほしくはないっていうのは私も同じでございますよ。はい。一応この日本経済新聞のですね、アドレスを一応貼っておきます。はい。皆さんどうもありがとうございました。